こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。えー、オーストラリアマゾン。まあ、いよいよ広告の運営が開始されて、で、15日、ね、来週15日はプライムデーということでね、えー、結構、まあ、システムもマシになってきましたし、利用者人数は相変わらず増え続けています。そんな中ね、まあ、広告、まあ、会員さんが100均の、えー、商品の広告を出して、まあ、広告使ってない商品が売れましたという広告をいただいてね、 まあしかも、14.98ドルから19.98ドルに5ドルアップしたと。まあ、半年前に3個売れたけど、まあ、それ以降全然売れてなくて、しかも5ドルアップした。まあ、売れない商品を値上げするってのはね、まあ、実はこれ、まあ、営業の基本というか販売の基本なんですけど、まあ、やってみたらね、まんまとはまって売れたということでね、ご報告いただきました。 これどういうことかというと、結局、まあ、オーストラリアマザン始まったばかりなんでね、えー、例えばアメリカとか日本だと、もうかなり成熟してるんで、売れない商品が、まあ、後から入ってきた人によってね、買われるということはめったにない。だからね、えー、値上げして売れるってことはめったにないですし、まあ、基本的にライバルも多いんで値下げし続ける。一度値下げした商品は、もう下がり続けると。値上げしたら売れないという形になってしまいます。 ところが、オーストラリアは今もうぐんぐん成長してるんでね、オーストラリアのアマゾンぐんぐん成長してますから、まあ、以前ね、売れてその後売れてない商品もまた利用者が増えて売れるようになったとか、あるいはね、ライバルいなくなっちゃったから、まあ値段ちょっと上げてみようと、値段上げたらね、それも気にせず買われたというようなことが起こりますんでね、まあ、一言で言うと、まあ日本国内のセドリー、あるいはライバルの多いアメリカのアマゾンっていうのは、まあ下りエスカレーター、 頑張って上に上り続けなきゃ、えー、同じ売上とか利益を維持できない。しかもね、下りエスカレーターを上ってますから、ライバルにぶつかったりね、トラブルも多い。まあ、ところが、オーストラリア・アマゾンは上りエスカレーター、上ってますんでね、まあ、別に無理せず、ね、あの立ち止まり続ければ、参加し続けてさえいれば、まあ、どんどん、えー、売上も利益も増えるというね、あの同じアマゾンでも、まあ、同じ輸出でも、 まあ、あるいは同じ物販でも、まあ、全然、あの、やったことに対する結果の出方が違います。そんなわけで、オーストラリアアマゾン、まあ、今始めるのが絶好のチャンスなんでね、まあ、気になっている方は、オーストラリア,アマゾン、どうやって稼ぐね、えー、そういったことをねこう、無料メルマガで情報発信してますんで、こちらのメルマガ登録フォームに、ね、メールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押して、えー、情報をチェックしてください。今、この動画を YouTube で見ている方は、 YouTube の動画の説明欄にあの無料メールセミナーの、えー、アドレス貼ってありますのでそちらをクリックしてメールアドレスとお名前を記入して登録してください、えー、オーストラリアマゾン今始めるのが絶好のチャンス上、ね、りエスカレーターですから参加し続けてるだけで利益も、えー、売り上げも増え続けますご登録お待ちしています以上 Amazon EX サポーター堀秀夫でした